New York, are you ready? メモリアルデイウィークエンド初日の先月27日、EXILE の所属事務所 LDH がダンスイベント House of EXILE を開催。日本とアメリカ、そして世界中のトップパフォーマーたちがニューヨークに集結。白熱のステージの模様をたっぷりお届けします。ダンスとライブパフォーマンスのショーケース、ハウスオブエグザイル。マイケル・ジャクソンのミュージックビデオにも出演したトップダンサーなどが集まり、その技を競い合います。去年5月、11月に続き3度目となる今回は、 SNS で注目の次世代パフォーマーたちをフィーチャー。特に盛り上がったのは、風変わりなマスクが特徴の20歳と17歳の兄弟デュオ、栄養&テオ。若者を中心に YouTube で人気を集め、今や再生回数100万回は当たり前という彼らのステージに、フォロワーたちも熱狂の渦に。LDH 運営のダンススクール EXPG からは、未来のトップダンサーを夢見るダンスキッズや本格的にプロを目指す生徒たちが、若手ならではのパワフルなステージを披露。グローバルなスターを目指し、本場ニューヨークで修行を続けるジュニアエグザイルもステージに。アメリカで数々の大舞台に立ち、磨きをかけてきたダンスと歌声で観客を圧倒しました。自分たちが成長したっていうのもあるんですけど、過去一の手応えはあったかなと思うので、気分的には全然すごい満足でいっぱいです。日本からのゲストには、前回も出演した EXILE の世界が自身がリーダーを務めるグループファンタスティックスを率いてカムバック。さらに今回は、日本の音楽チャートを牛耳る3代目 JSOUL BROTHERS のパフォーマーエリーも駆けつけ、ラッパー名義のクレイジーボーイとして登場。後輩ジュニアエグザイルとのコラボも果たしました。イベント最大の山場は、フロアで会場が一体になって行うダンスバトル。世界レベルの厳しい予選を勝ち抜いた8人がトーナメント戦で一騎打ちを繰り広げ、その頂点を争います。 EXILE 世界も参戦。最後には、雲のような自在な体の動きから、スパイダーサラの異名を持つダンサーサラがバトルを制しました。I'm feeling very great, not because I win, but because of the ambience. The audience was very, very exciting, screaming. It's like a big explosion of energy. イベントの締めくくりは、アメリカでは名だたるアーティストたちのパフォーマンス。90年代のヒップホップ界を揺るがしたモブディープ。早口ラップの先駆者バスタライムスも登場し、ベテランの貫禄を見せつけました。Oh my god, having the best time. Performances are great. Everyone's really talented. It's amazing. This has been such a cool and awesome weekend. I've just been hanging out. It's been such great performances. I'm excited to see what's next. The dance competition was awesome.